2016年8月、北海道に4つの台風が相次いで上陸し、各地に甚大な被害を与えました。滝川駅から根室にまで至る根室本線も例外ではなく、カリカチ峠付近で不通になりました。そして、ローカル線切り捨てを進めていた JR 北海道は、東鹿児駅から上落合信号場間の復旧を放棄し、放置を続けてきましたが、ついに富良野駅から上落合信号場間の廃線を決めてしまいました。今回、復旧が放棄された落合駅と行く虎駅の現状を3年ぶりに確認してきたよ。とりあえず次に落合駅に向かうことにします。右折します。
この落合駅は、1901年に開業した古い歴史を持つ駅であり、1966年に新刈垣トンネルが完成するまで、峠を越えるために補助機関車をこの駅に配置していた拠点駅でした。島式ホームと単式ホーム2面3線のホームを持つ駅なのですが、あれ？鍵がかかって1番線ホームに出られなくなっているぞ。仕方がないので、3年前に時間速攻するよ。台風災害から約3年経ったこの時、校内は荒れ果て、すでに古戦場は閉鎖されていましたが、まだ一番線ホームには立ち入ることができました。もう、二度とホームに入ることはできないのでしょうか。仕方がないので、周囲から見て回りましょう。完全に夏草に覆われてしまい、3年前よりもひどいありさまです。とてもここが、現役の駅とは思えないほど、荒廃しています。非電化路線の廃止を積極的に進めている
JR 北海道の放置プレイは徹底していますな。少し移動して近くの人道湖線橋から駅の全体像を見てみましょう。いくら滝川駅から上落合信号場間が関庄線の開業により幹線から外れたとはいえ、非常時のバイパス路線としての機能があるはずなのに、廃線にしてしまう JR 北海道はバカタレだと思います。新刈勝トンネル側も草に覆われています。では、次なる目的地に進発しましょう。
します。ことから誰もいなかった落合駅とは違い、観光客もいますね。南富良野町の中心部に位置する一虎駅も、2016年の災害以来、列車は来ていませんが、1999年公開の映画、ポッポ屋の撮影に使われたこともあって、観光客が集まっています。正直、映画には興味がないので、築堤上にあるホームに出てみましょう。今は一面一線の防線駅ですが、ここもかつては列車交換可能駅だったそうです。富良野方面のホームタウンです。ラベンダーの紫色が鮮やかですね。落合駅ほどひどくないものの、ここもレールが錆びつき、雑草も多くなっています。新徳方面のホームタウンです。
内もひどいありさまです。富良野から上落合信号場間が廃止された後、この生虎駅の扱いはどうするのでしょうか？では、次の目的地に向かいましょう。